熊竹氏は、中華民国の軍人、政治家。表玉賞側近として、国民軍で養殖につき、後に、国民革命軍に合流した。また、探空協定締結の際の中国側主席代表としても知られる。字は、鉄明、明ラ1909年、厚生農業中学に入学したが、間もなく、厚生陸軍根性教官部学校に転入した。 翌年、東三省陸軍工部堂第四期不評価に進学し、1911年7月に卒業している。卒業直後に勃発した武将記義には革命派として参戦し、同年12月に湖北軍北伐第一軍参謀に任命された。中華民国が成立した後の1912年4月、北京政府参謀本部参謀となる。 1914年に陸軍大学第4期生として入学し、1916年12月に卒業した。1922年、熊武氏は河南特軍、兵玉将の配下となり、特軍高所上高顧問兼、軍艦戦術研究会主任顧問となった。翌1923年1月、兵が陸軍検閲士に転じると熊もその顧問に任ぜられている。 5月には南宛高級軍管共同団、教育長も兼任した。1924年9月、陸軍第11市参謀長に昇進し、10月の北京政変にも参与する。国民軍が結成されると第一軍、参謀長兼陳異上将軍校舎顧問となった。1925年7月、陸軍省省委員を授与され、12月には、 北京政府陸軍次長に就任した。1926年3月、陸軍中将に昇進し、5月には、西北変貌を、ただし弁公所葬参議に昇格した。その後、五元受刑史を経て、国民貫軍総司令部三々となる。熊竹市別影フーズ封印、チャイナフォースエド、1927年、兵玉省が国民革命軍に正式に加入し、 第2集団軍に解組されると、熊武氏は第2集団軍総参議に任せられた。同年8月、国民革命軍総部上昇高級参謀に転じ、12月には、湖北省政府委員も兼ねている。翌年2月、国民政府軍事委員会委員となり、3月には、東北特別委員会委員も兼ねた。11月には、軍政部航空署所,所長に起用され、 1929年4月には中国航空講師副理事長にも就任している。1930年の中原大戦では表に従って反省解析派として参戦し、全敵総司令部参謀長を務めた。しかし、中原大戦は反省派の敗北に終わり、熊も下野した。百三十一年二月、熊武氏は国民政府文官ろ三事として復帰し、 5月には国民政府参軍に転じた。1932年9月、参謀本部総務庁長長に移り、1933年には同本部、第二長長長も兼任している。以後、河北での対日折衝事務に参画し、同年5月の探空協定締結に際しては、軍事委員会北平分会総参議として、中国側主席代表を務めたが、事実上は、 文会会長何王金の意を受けての任務であった。1935年4月、熊は参謀本部次長に就任し、1936年1月には陸軍中上区組を授与されている。日中戦争が勃発した1937年7月、熊武氏は第三戦区参謀長に任命された。翌年2月、軍令部次長に転じている。 1939年6月、軍事委員会軍事新聞局局長に任命され、12月には、軍事委員会弁公長主任代理を兼任した。1940年5月、軍事委員会政案弁公長副主任となり、8月には、主任代理を務める。1941年6月、先制省政府主席に就任し、同省軍管区司令、防空司令、 保安指令なども兼任した。1944年3月、軍令部次長にまた任している。1945年5月、中国国民党第6期中央観察委員候補に選出された。日中戦争終結直後、熊竹氏は北平市長に任命され、下北の新日傀儡政権の部隊接種に従事している。翌年10月まで市長職にあった。 その後は、政権国民大会代表に選出され、1948年12月、総統府戦略顧問委員会委員に任ぜられている。また、国民党では、中央観察委員に昇格した。国境内戦での国民党敗北に伴い、熊竹氏は台湾に逃れ、1952年10月に退役している。1957年2月、 中華民国中央銀行顧問に任命された。1964年11月30日、病没。去年71。いずれも回顧録。ありがとうございます。